英福寺席、英福寺席の看板英福寺席1、英福寺席は、神奈川県鎌倉市二階堂にある寺院跡。鎌倉時代初期に、源の頼朝が、中村寺の二階王堂、大長寿院を模して建立した寺院で、鶴岡八幡宮、勝長寿院と並んで、当時の鎌倉の三大寺社の一つであった。二階建ての仏堂であったことから二階堂とも称された。寺跡は、 国の史跡に指定されている。また、世界遺産候補となっている武家のこと、鎌倉の構成資産の一つ。源頼朝は、文治5年9月の欧州合戦を契機に、源義経、藤原康平をはじめとする、数万の恩領を沈め、冥福を祈るための寺院の建立を発願。その年の12月には、永福寺の建立に着手した。造流責任者は、駆動行政。 混流には、畑山茂ただら関東の御家人の助力があったことが、東鏡に記載されている。研究3年11月25日に本堂が完成し、脱菌供養が行われた。大永12年の火災の後廃絶した。1983年から開始された発掘調査で、北方から流れ込む谷川を水源とする南北200メートル。 東西40から70メートルの園地を中心とした浄土庭園の西岸に二階王道を中心に南北に阿弥陀道、薬師道の欲労を従いた中心伽藍が確認された。このことから伽藍全体の空間構成は無料行為をモデルにしたと考えられる。現在、永福寺席周辺が二階堂と呼ばれているのもこの建物が由来となっている。 長らくすすきが生える湿地となっていたが、史跡指定翌年の1967年度から土地の公有化を進め、2007年以降、復元整備工事に着手し、2017年6月、二階堂、阿弥陀堂、薬師堂などの基団と園地の復元が完了し、公開された。ありがとうございます。